セントメリーズスタジアムで行われているか。この試合の実況は私西岡明彦、解説はおなじみ国西隆さんです。生放送でお送りするプレミアリーグのこの一戦、サウサンプトンがリバプールを迎え撃ちます。この試合も面白そうですね。どんな展開になるか期待しています。今日の試合に臨むリバプールはリーグ最多得点も誇ります。今日のアウェー戦もこのチームはリーグ屈指の得点力を発揮してくるでしょうね。ゴールラッシュが期待できそうですね。こちらがサウサンプトンの先発メンバーです。今日は一般的な 5-3-2 です。ロングボールの精度がポイントになりますね。こちらがリバプールの先発メンバーです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。さあ注目のゲームがスタートしました。リバプールは一体どんな試合を見せてくれるんでしょうか。ブラッドリー、コスタス・ツィミカス、ジョーンズ、ここでなんとかボールに寄せてきました。いいところを見ていました。キーパーはボールを見送りました。枠には飛ばないと判断したようですね。そういえばリバプールの前節は快勝でしたが、あのアストンビラとの一戦を踏まえて福西さんは今日の試合はどうなると思いますか。あのホーム戦は4対0でしょ。ここは抜いてきた。あとはキーパーだけという状況でしたが、スーパーセーブでゴールを守りました。1対1を止められるとは思いませんでした。最高のファインセーブです。コーナーから中へ、このヘディングはゴールの枠を捉えられません。隅を狙ったんでしょうか。ポストの外にそれちゃいましたね。さあ味方も連動して動いてくる。いい攻撃を見せましたが、ここでボールを失います。リバプール、ここはサイドに展開してきました。ゴールの予感のある形になってきました。リバプール勝ち越し来るか。キーパーがっちりとキャッチ。ボールポゼッションを失いました。キエーザにチャンス。ここはキーパーが止めました。ダイビングセーブを見せましたね。これはあるか。しっかりとクリアしました。プレスが効いています。前でボールを取り返しました。あっと危ないところでしたがブロックしました。中を狙うか。
クリアしてピンチをしのぎます。カーティス・ジョーンズ、1点リードにできるか。止める、止めます。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。しっかり見えています。ここはレフェリーがファールの笛。危ない場所でのフリーキックです。このフリーキックは確実に決めたいでしょう。入れば勝ち越します。どうやらまだ足の痛みが引いていないようですね。さあカウンターで一気に行きたい。タックルでプレーを切りました。相手ボールのスローインです。ここでボールロスト、パスミスでしょうか。危険な位置です。緊張感が増してきます。うまく攻めていたように見えたんですが、ディフェンスに攻撃を止められました。これは絶妙なスルーパス、クロスがゴール前。残念ながらこれは結果につながりません。ダルウィン、ブロックで対抗。いいディフェンスです。前方に運びました。リバプールのアドバンテージを見ています。このシュートにキーパーは反応を見せません。明らかに外れそうでしたからね。ここで抜いてきた。これは怖いスライディング。中盤での攻守の交代が激しくなってきました。中にいる味方に渡ります。相手のプレッシャーが厳しいようですね。一旦キーパーに戻しました。カウンターのチャンスです。オフサイドになります。スローイン、これは先ほどの怪我の影響でしょうか。いいところに出します。リバプールのコーナーキック、勝ち越すチャンスです。ボールが中央へ向かう。クリアで逃れようとしたんでしょうが、ちょっと中途半端でしたね。菅原、ポゼッションは相手に渡ります。遠藤航、このシュートはディフェンスがブロックしています。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。アディショナルタイムに2分加算されましたね。先ほどのタックルでどうやら怪我をしたようですね。リバプールは同点のまま前半も終えています。ここまでのところが始まります。前半よりも面白い展開になることを期待したいですね。その通りですね。両チームともに積極性を感じませんでした。後半は試合が動くことに期待したいですね。これはいい位置でカットした。
遠藤航。シュート、身を挺してブロック、危機を脱しました。さあカウンターを仕掛けるか。素晴らしいセーブ、ここは難を逃れます。パスが通った、どうだ、ピンチを抜け出せるか。レフリーはどうだ。しかしあのスーパーセーブに阻まれなければ今頃は試合をリードしていたんですけどね。はい、しかし相手はまだゴールを狙っていますね。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。監督も頭を抱えていますが仕方ないですね。このタックルはファールを取られます。カードもあるかもしれません。イエローカードはリバプール。ちょっと強引でしたね。ここはクリアでしのぎます。カウンターアタックのチャンスです。いい攻撃を見せましたがここでボールを失います。チエーザ、ポゼッションを取り返す。残り時間は30分です。これは絶好のチャンス、カウンターアタックは失敗、ボールを取り返しました。ダルウィン、ここはサポートがあります。これはカウンターのチャンスです。ゴール前に入れてきました。カウンターからゴールを狙いましたがボールをキープできません。高いパスで裏を狙います。通ればチャンスだ。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。リプレイを見てみましょう。浮かせたパスをディフェンダー越しにつなぎました。そしてこのシュートです。激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。監督も厳しい表情です。早く同点に追いつきたいでしょう。さあ再びキックオフ、同点を目指すサウサンプトンの攻撃です。試合終了まであと20分あります。どちらのチームもボールをうまくキープできないようです。1点ビハインドの終盤ですがサポーターは諦めていません。必死に応援してチームを後押ししています。サウサンプトンはサイドに持ち出すでしょうか。サウサンプトンのコーナーキックになりました。同点に追いつくチャンスです。
サポーターのボルテージが上がります。このコーナーは久々に訪れた同点のチャンスです。ここでリバプールが選手を交代します。コーナーからエリア内へ、素晴らしい反応でキーパーがボールを弾き出します。ここは一気に攻め込んでいくのか。カウンターを仕掛けましたがうまくいきません。いい流れは来ているんですけどね。サポーターの後押しを受けて得点に結びつけたいところです。アドバンテージが取られています。リバプール、レフェリーがプレーオンを指示していましたが、即座に相手にボールが渡り、ここで試合を止めました。レフェリー、イエローの判定です。妥当な判定かもしれません。いいロブですね。これは得点のチャンスか。セーブした。キーパーのナイスプレー。コーナーです。追加点でリードを広げられるでしょうか。相手に当たりコーナーキックが与えられます。ボールはエリアへ、ここはクリアします。高い位置でインターセプト、相手が切り替える前に攻撃したい。ビルヒル・ファンダイク、絶好のチャンスでしたがリードを広げることはできません。福西さん、惜しかったですね。はい、この時間ですから決定的な追加点になったんですけどね。1点差という状況の中、残り時間は5分です。時間はありませんが攻撃に出ます。同点に持っていけるか。オフサイドの判定でプレーが止まります。ここでボールを失いました。絶妙なパス、通ればチャンス。ここはシュートを許し、あっと PK が与えられました。この時間ですから追加点を挙げれば勝利はほぼ間違いないでしょう。主審は PK を指示しましたがカードは出ないようです。そこまで危険なプレーではないという判定でしょうか。ダメ押しとなる PK です。これを決められるか。キーパーが PK を止めました。キーパーいい読みでしたね。ボールを入れました。難しいボールでしたがキーパーが抑えました。集中しています。ジョッタ、このシュートわずかにポストの外。これはスローインになります。キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。ドブパスで味方を走らせます。チャンスになるか。入れば決定的ゴール。キーパーがいなければボールを止めようがありません。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そしてキーパーをかわして確実にフィニッシュしました。本当に冷静でしたね。試合後の選手たちは監督から相当な激が飛んでくるのを覚悟しなければならないでしょう。ここで試合終了です。リバプールが見事に勝利しました。この結果勝ち点3を手にしています。抜群の攻撃力を生かした試合運びに期待していましたが今日も爆発しましたね。一言で言うなら圧勝です。